いやったね。インポスター心壊れちゃうわこれ。確かに。続くと辛いね。続くと辛いですね。確かに確かに。喋るのが楽しすぎて。タスクが進まないんだ。確かに。タスクが難しい。しっかりと。お願いしまっちょ。お願いします。とかやっとクルーだ。ああクルーだ。よかった。すがすがしいな。これは。アナちゃん来るな。来ますか。あーこれおっつけた。ピャンピャンピャン。おナビゲーション1個あります。ナビゲーション1個あるんで来てください。あれこれはちょ、ケンショさん今ケンショさん見ました僕、オトジャさんにナビゲーション1個あるんで来てくださいって言ったのに、今日やばい、もう4人いますから、もうこれこの4人に受けます。急に戻された。お、早い早い、ダウンロードできたから、はい、この時点で何やられてない、何何、あ、一応始まってすぐキルが取られた場合、がここで確定できるなって思ったんで、はい、はい、なるほど、押してみて、誰も死んでなかったんで、よかったなって感じです。だね。はい。ああ、そういう使い方なんだ。あの、一つ関係ないかもしれないですけど、いいですか。はい。おとじゃさん、今、はい、あの、右から下に降りてったじゃないですか。行きました。僕、あの、ナビゲーションにタスクが一個あったんですよ。ええ。で、ちょっとついてきてほしいなと思って、うん、結構大きめの声で、おとじゃさんナビゲーションに1個タスクあるできてくださいって言ったじゃないですか。なんで無視して下に行ったんですか。めっちゃ大きな声出るなって言いながら君のタスク。ひでひでそういうやつから。ひでまあもうちょっとそれは悲しかったな。次カバーしますんで。わかりました。おスイッチってやつもなんかさっきウェポンルームでピャンピャンピャンってずっと一人ごと言ってたんだよ。そうおかしな言動が怪しいな。砲台撃つんだから。いやそんなことないですよ。はい、そんなことないそんなことない。オロジャさんナビゲーション僕タスク1個あるんで一緒に行きましょう。行きましょう行きましょう行きましょう。僕もタスクある。わかりました。ナビゲーション2個僕タスクあるんで行きましょう。はい。行きましょう。なんで下行くんすか。なんで下行くの。バカなんだよ。ちょっと本当にどこ何してんの。どこ行った。あ、なんで何で無視するんすか。何で無視するんすか僕のこと。何で無視して下行くんすか。ナビゲーション2個助かるっつってんのに。何ですか。みこっちこっちこっち、そう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 こっち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 いやー、しかも2人に何うわおぉ下組やられてる、下組やられてる2人。じゃあどんな状況だ。2人か。はい、先ほど O2 が鳴りまして、はい、私は上を直したんですけども、はい、誰も下が直ってなかったんで、あ、これは下が多分やられてるなと思いまして、シールド側から向かったところ、通信室の近くで、はい、多分ジャスティスさんですね。ジャスティスさんがジャスティスされてました。うんうんうん、あ、アニジャはどこなんだろうね。アニジャわかんない。アニジャもすれ違いませんでした。オトジャさん言いました、あのストレージの時になんかいたような気がしますね。痛い、なんか一瞬ごめんなさいね、完全にネタで俺はもう一回その花井さんがナビゲーションついてきてって言ったら仕方してこうネタでやってんだろうなと思った、ね、そんなこと言ってるから2人殺されてるんだろ。正直ちょっと池崎さんが通信室でアニジャスティス、あ、アニジャさんがアニジャスティス、アニジャスティス、新しいモンスター、逃がさないよそういうのは。いや松丸くんキレッキレだわ今日。もうちょっと今ダメだもん。なんか分かんないよね。俺下の方でストレージで多分そのシカとしたおとじゃさんがうひゃ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 っていうのをちょ一瞬すれ違いましたよね。一瞬すれ違いました。おとじゃさんまた？それぐらいしか見てないな。いやおとじゃさんは僕があの完全ストーカーしてたんで多分無理ですね。
って言いました。一応なんか最後 O2 におついちさんと良平さんと僕がいた気がするんですよ。そうだね。お上ですよ、ね。これ上ですね。これもうあれ？可能性としてはあれ？あれ？賢秀さん？あ俺？あ俺疑われてる？賢秀さん。そっか。なんかね自分の位置を俺に確認させるあたり、はいはい、無実を証明したい感がすごく。まあ、誰も無実証明したいとは思うんですけど。いやそれ証明したいでしょ。それは。いやでもなんかその目撃証言みたいなのは言うもんなのかなと思って言いましたけど、まあそうですよね、いましたね、ちゃんとストレージには、はい、嘘はついてないです、はい、あれ、ネズミさんは近いんだよな。ネズミ俺アドミンでね、あれ O2 のやあれを番号を押してる途中だったよ今。そのさ直そうとしてる途中、さっきみたいなあのなんか順序立てた説明をなんか聞きたいなっていう感じは。順序立てた説明はね、はい、カフェテリアからウェポン周りで、ナビゲーションを、行こうとしてなんかみんなで騒いでるので面白がって俺もくっついて歩いてて、で、2度目のあの音じゃん。2度目の、あ俺多分今ネズミ君が距離が遠くて、まあまあ聞こえてますけど、すごい説明してます。あそし、そうそう、そして最後あのなんだアドミンで O2 を直そうとしてた。なるほど。うん。これみんな聞いてたのまだ。ヨヘさん逃げないでよ。なんでよ。やばい。なんでよ両平さん。やめてよ。やばいやばいやばい。両平さん。ごめんなよ。なんでよ。なんでよ両平さん。うるせえ。うるせえ。うるせえ。なになになに。うるさいなぁ、ちょっと。大丈夫ですか。オドジャさん、僕、アッパーエンジン、上部エンジン残ってるんで、ちょっと行きましょうよ。ちょっと行きましょう、行きましょう。行きましょう、行きましょう。ちょっとこっち、こっちです、こっち。こっちです。こっちです。こっちです。行きましょう、こっちなんですね。こういう、このまま左ですよ。このまま左。このまま左。この、ここ、ここ、ここ。ここ、僕の。なんで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 ねえ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 。いや、いや、そこじゃなかったです。ここ、ここっす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 。あ、待って。あ、やられてる。あれ？誰？洋平さんやりましたね今。ああ、洋平さん。これは。いや、賢秀さんですよね。賢秀さん。いや、洋平さん。賢秀さんか。やっぱり。いやいや、違う違う。洋平さん、洋平さん。洋平さんだよ。いや、いくら大きい声出しても松丸亮吾がいるからこっちに。違う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 。洋平さんだって今のは。何があったんですか。何があったんですか。俺が誰が死んだの。あ、おついちか。あ、まずおついちさんが O2 で倒れました。で、O2 に直しに来てたのが良平さんと賢秀さんと僕とおついちさん4人いました。はい、いました。で、僕はちょっと離れたところでキルが起きたら分かんなくなるなと思ったんで、それてたら目の前でキルが発生して、動き的には賢秀さんがキルしたように見えて、いや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 違うでしょ。あ、でもそれがはっきりしないってことか。それははっきりしないでしょ、だって。で、一応僕目線だと、はい、良平さんは、O2 が鳴った時にナビゲーションの方向に向かっていてタスクをやってて、僕はナビゲーションにいたんですよ。なんで、良平さんがキルを取るのであれば、ナビゲーションでキルした方が絶対安全なはずなんです。わざわざ O2 に行ってキルを取る理由がないので、そういう意味でも賢秀さんかなって思います。それは僕と松丸さんが、その、初めましてだから、ちょっと丁寧に説明してるんですか。いやいやいや、まあそうかもしれないですね。そうかもしれないですね。ちゃんと気持ちじゃなくて、あのね、その中ちょっとその、あの俺っていうのは確定してるけど、ちょっとやわり言ってる感じですか。違う、優しさがあるんですかね。すいません、優しさが。カツ丼できてますよ、もう。さっき一番怪しかったっていう。食べますか、カツ丼。いや、カツ丼はまだ食べたくないっす。じゃあ、こんな時間ですか？じゃあ、まあ、僕でいいですよ。僕でいいですけど、1ターンだけ、はい。1ターンだけ、その、スキップしてもらってもいいですか？なんで、なんで、なんで。なんでですか？何か思うところがある。誰をやる？そうそう、まだやり残してることがあるから。何主人公見たこと言ってんすか。まだやり残してる。俺まだこの世界でやり残してることあるから。1ターンだけ待ってくれれば、俺の白を
はい。あ、証明できる。証明できるかもしれない。すげえ。あーそんなん言われたら。なるほどね。まあ、そう確かに。だからスキップスキップっすよね。わかりました。スキップします。まあ、来世で頑張ってもらってる選択肢。スキップします。信じてますよ。これはスキップ。分かった。スキップっすよね。スキップ。おい、スキップ。あえ、なんで？なんで？乗っかっちゃった人たちがいます、これ。これ乗っかった人は怪しいんじゃないですか？生き残れたぞ。マジで、ちょっと待って。乗っかった人は怪しいでしょ。乗っかった人はぶり出しだな。ねえ、これ。一回いやこれでもこれそれっすか、やり残したことってねえ、それやり残したこと、じゃあいいっすいいっす、違う、だって俺ヒロをさ、絶対それでしょ、やり残したこと、あ、証明します、ヒロをさ、あ、わかりました、じゃあこの3人でこの3人で一緒にいましょう、うん、証明しましょう、証明、なんかなかなか治らない、なんかなかなか治らない、ああごめんごめん、何もしないのはね動かなくなっちゃったんだ、ああ、じゃあ大丈夫、また違うボタンを押してやられてんじゃん、この主人公をやり遂げてるんですけど、これ違う違う、俺じゃ、花ちゃん、じゃ絶対違う違う、花ちゃん待って、花ちゃんだよこれは、ちょっとね、一回待とう一回待とう一回待とう、あの何が起きた、さっき賢章さんか良平さんかって言ってる時点で賢章さんなの確定なんですけど、はいはい、その上で花ちゃんの弁論をちょっと聞かせてください、まあちょっとその緊急ボタンの前でカフェテリアのところでちょっとなんかピンクの人と緑色の人が重なってんなって思ってちょっと近づいてったんですよ、そしたらなんか俺にはやり残したことがあるみたいなことをやっぱ言ってて、でもまあさすがにこんな人が見てる前でやらないだろうなって思ってたんですけど、なんか良平さんも、うん、まあなんか賢章さんのことまあ疑ってたから、やりたきゃやれよみたいなこと言って、うん、でもそんなことを言われてもやんないじゃないですか、うん、やんないですね、うん、普通言った瞬間やったんですよ、ね、いや、いや花ちゃんがねやってんな花ちゃんがね、うん、いやだってここにそのいるのは俺と花ちゃんと良平さんだったから、まあそうですね、まあそうですね、それ以外は分からないじゃない、まあまあ最悪、じゃあまあ僕だとしても、最悪僕だとして、その僕と賢章さん以外の3人でなんかちょっと怪しかった人とかはいないですか？いないよね、いないね、いないですね、今のとこ3人は無理ですね、ということは俺、別に俺釣ってもいいですけど、その後は花ちゃんも怪しいってことでいいですか？いや、よくはないかな。僕はやっぱその最初オトジャさんにめちゃめちゃついてたんで、キルできる隙はあんまないかなっていうのを思って、まあ消去法的にネズミさんかなっていう感じはしてて、賢章さんに投票したのもネズミさんとオトジャさんで、まあ松丸くんは結構その追い詰める側に回ってたんで、あんまりないかなっていう、ことでネズミさんじゃないかなと思うんですけど、それ何の証拠もなくて俺だって言うっていうのは良くないと思うけどな。いやでも言ってたんですよ、賢章さんに投票したのって、うん、僕と松丸くんと良平さんっす、黄色、紫、ピンク、あ、黄色、オレンジ、ピンクが賢章さんに投票してます、俺と、うん、俺はしてない、ネズミくんともう一人が確か面白い方に入れました、スキップに入れました、なんでスキップ、うん、いや面白いですけど、これは面白いじゃん、ネズミちゃんとネズミさんが区別つかないんだよな、ね、うん、楽しいやつね、じゃあまあでもちょっと僕と花ちゃんがついてた方がいいっす、じゃあ僕そうっすね、はい、異世界でまた良平さんのことを食べとくから何それ、遠征してもやるんだネズミさん、オトジャさん俺じゃない、いやー、オトジャさんか、いやでもわかんないな、俺だって一緒にいたじゃん、わかんない、俺、ちょっと今ここで話をしたいのは、あ、僕、はい、僕タスク終わってます、ちなみに僕タスク終わってます、あの話をしたのは、さっき操作できなかったんだとは言ってるんですけど、はいはい、俺松丸くんと一緒に直してましたよね、あ、確かに直してるな、あ、そうそう、直してね、確かに僕すぐ逃げる、これ松丸くんちょっとおとりになって、おとり、はい、なれなかった、僕は
これボタン、どこ行った、ボタン押しちゃダメか。いやダメだな。いやちょっと、ちょっとでも、あの疑いすぎるのもやっぱちょっと良くないからさ。そうっすね。ちょっと信じたいっていう部分はあるかな。これちょっとネズミさん どっち行きます。これをネズミさんどっち、下の人に、じゃあ僕ら上直しますね。あ、いるいる。オズちゃん、オズちゃん、上直し、あら、なるほど。これ、なるほど。あれ、これタスク終わってないのは僕終わってないです。俺まだ終わってないです。こっちお願いします。あ、じゃあちょっと一人ずつ行きますか。僕こっち終わってないです。ここ。まあなん、嬉しいね。二人についても。あと株エンジン。ローアです。はい、株エンジン。株エンジン直しますよ。ネズミさんどこ行ったんだ、はい、逆に。そう、ネズミさんね、どこ行ったんだ、ね、これ。このままだと。あ、僕あと、エレクトリカル3個で終わりますね。なぜか。エレクトリカル。ここ3個で終わる。これあと酸素ルーム1です。あ、うわ、酸素。やべ、これやばいんじゃない？行かなきゃやばいんじゃない？これ行った方がいいかな？どっち行ったんだろう。あ、でもまだ全然助かるわ。ちょ、怖いのはここでやられてることだよね。あれ、ダメ！よし、おぉ、うわぁ、うわぁ、なにマジか、マジ構えてた。マジ構えてた。マジ構えてた。やっぱりな。勝ったぞ。くそ。勝ったぞ。やったぞ。めちゃくちゃ遊んだな。みんな遊びすぎやね。全集中。信じてたのにな。やっぱ一旦行きたいって言ってみるもんすね。いや、やっぱ負けたけど笑ったってね、言ってる。めっちゃ笑ったわ。そういう元社さんはやっぱそういうところにすごい敏感に乗ってきてくれる方だなっていうの。めちゃめちゃ振ってくる。ついてきてください。元社さんいいすか、ちょっと。楽しくしようとするよね。すごい、いや、エンターテイナーだなって。元社さん、エンターテイナーで投票してね、トントンにする。面白いと思うんですけど、ラストね、O2 本当間に合わないっていう。いや、違う。俺は直そうとする元社くんがやられるのをこう通報した方がいいかなと思ってたんだけど、当てが外れてしまいました。すみません。僕直したから、元社さん、上って言ったら、元社さん、おお、持ってるって。もう面白い。見てよ、見てよじゃないんだよ。本当にごめんなさい。あれは俺が見ててなかった。本当にケンちゃんと一対一のあの時間は忘れないよ。いや、濃厚でしたね、あれね。花江が見守ってくれた私の時間はね。ね、やるならやれよって言ってましたもんね。言ってましたね。それ見たいな。俺が覚えてるな、それ。俺が覚えてるのは投票の後の涼吾くんのちっちゃいなんでが忘れられない。もう勝てたのね。三三三三。俺もね、三三になるんだ。